シュパレンブルク上市、ビーレフェルトは、ドイツ連邦共和国ノルトライン・ベストファーレン州、デトモルト行政管区に属する独立市である。人口は33万人でオスト・ベストファーレン・リッペ、地方最大であり、経済上の中心都市となっている。ドイツの大都市リストでは、第18位に位置する。最も古い記録は9世紀の初めになされており、二百十四年に、初めて、 市と記述されている。トイトブルクの森の横谷の北端に位置するラーフェンスベルク博に商業を奨励された商業都市で、同博領内で最大の町であった。ビーレフェルトは長らくリンネル産業の中心都市であった。現在の本市は食品加工業、商業、サービス産業、印刷、医療品産業、機械製造業が立地する町となっている。全国的には ビーレフェルト大学、ベーテル、ドクトルアウグストエと、カーケージー、ビーレフェルト研究学校、サッカークラブのアルミニアビーレフェルトが知られている。ビーレフェルトは、ベーザー川とエムス川との分水海に位置している。地域は3つの異なる、自然領域に属している。北部や北東部から、市の中核部は、ラーフェンスベルガー盆地の丘陵地に位置している。そのすぐ南を、 トイトブルクの森の山並みがビーレフェル島西北西から東南東に向かって伸びている。重要な交通路が昔から存在するビーレフェルダーパスである。両線の縦谷にガッターバウム管区のベーテルシクが伸びている。南部はベストファーレンボン地の一部であるミュンスターシェ・ティーフラントブフトである。その周焉部ビーレフェルダーパスの東は砂地の荒れ地地域である。 この周辺には、バラックベーデカンク、ゼンネカンクやゼンレシュタットカンクの一部が位置している。内市街をルターバッハ川が流れている。文学作品では、時折、ビーレフェルトはルターバッハ沿いの街として描かれている。この川は、15世紀に現在のクベレシクで湧き出し、ギュータースロー方面へ流れるルター川が分岐する。 2004年にバルト豊富のギムナジウム付近で発掘がなされた。ビーレフェルトの北部宿は緩やかに波打つ、ラーフェンスベルガー丘陵に位置する。ここには野原、草地、小川、小さなセセラギがある。ここには人工に作られたオーバーゼイコがある。この湖は市内で最も大きな水面であり、ヨハニス・バッハ川の水量を調節するために作られた。市北部の水は、 アーカワを経由してベーザー川に流れるが、南西部の水はエムス川に流れ込む。分水海は、ほぼ完全に森に覆われたトイトブルクの森の尾根である。この森は大都市の住民には、近郊保養地として利用されている。数多くの遊歩道がトイトブルクの森の中を通って、ビーレフェルト市域内に広がっている。その中で、 最もよく知られているのが、デトモルト近郊のヘルマン記念碑からシュパレンブルクを経由して、来年に至るヘルマンスベークである。トイトブルクの森の南側に位置する砂地の荒れ地は、表記の堆積物によって形成されたもので、その荒れ地は、ビーレフェルトの地域に痕跡を留めている。現在この地域は、耕作地、牧草地、小さな森となっているが、乾燥したしばち。 やぶや湿った草地もある。北緯52度の標積市内の最高地点は、レーマースハーゲンのアウフデム、ポレ山頂の海抜320メートル。最低地点は、ブラーケのアーカワ沿い、ヘルフォルトとの市境の海抜71メートルである。視聴者は、高度114メートルの場所にある。ビーレフェルトは、高度プロファイルに基づき2つの異なる地形からなる。 北部のラーフェンスベルガー丘陵の高地と南部のベストフェリシェブフトの平地である。地域内を北緯52度の井戸線が通っている。ヘルマンスベークにはこれを示す標石がある。最寄りの大都市にはハノーファー、オスナブデュック、ミュンスター、ハム、パーダーボルンがある。ビーレフェルトは鉄道ハム民伝線及びこれと並行してギュータースローからビーレフェルトや ヘリホルトを経由して、民伝に至るアウトバーン A2 号線沿いの人口密集地域に位置している。地質学的検知から、本市の地域は3つの部分に分けられる。ベストフェリシェーブフトの南部、トイトブルクの森地域、ラーフェンスベルガー丘陵の北部の3つである。丘陵地は1000メートルから2000メートルに及ぶ、中世代の泥範囲は、石灰岩、砂岩の層からなる。 この丘陵地は数多くの暗部、地類、地孔を特徴とする。トイトブルクの森には地質学的なプロセスを示す岩が明瞭に露出しており、ラーフェンスベルガー丘陵において記述したのと同様に暗部、盆地、地類、地孔が見られる。オスニングは断層地界を特徴とする。かつての妨げられることなく互いに重なり合った岩層は 現在のオスニングでは平行な、あるいは転覆した地層となっている。古生代の岩は、こうした地質学的な影響を受けない基盤となっている。地域全体の表土は、氷気の諸い岩石からできている。北部の丘陵地に比べて、より平らな南部は砂や歴が主で、トイトブルクの森の周辺部にのみ用土が存在するのだが、ラーフェンスベルガー丘陵、特にその谷においては、 1> 約1メートルの肥沃なオード層がその全体を覆っている。このオードは第4期に形成され、時代の経過とともに風化して肥沃な土壌となった。オードの下に水を通さない層があり、丘陵地の谷の部分は湿潤な環境となっている。ミュンスターラントとの境界部には、氷河時代の雪けど時き,どきの砂からポドゾルが形成されている。 ラーフェンスベルガー丘陵のジーケやプラッケネーシェンと同様に、市の南部の土地にも歴史的な土木工事の影響が残されている。農業に利用したことにより一部は深い腐食土層が形成されている。オスニングの斜面には深くまで達する地層は存在しない。ここでは岩石が主体で、多くはその上に薄い腐葉土風の被膜があり、直接表面に出ているものはわずかである。 こうした岩の被膜は、暗部では、表面的である。暗部の北東側や、ケーゼベルクやボーケルベルクをはじめとする、平らな山頂の南西側一部では、石が多く、粘土を含んだ、黄土質の石灰岩が風化したものが占めている。暗部の南西には、やはり表面的に栄養素に乏しく酸性の石が、多く混じった、痩せた土壌がある。これは、 中世代の砂岩の風化によって形成されたものである。ビーレフェルトは小さな大都市に分類され、その面積は257.91平方キロメートルである。地域の広がりは南北が22キロメートル、東西が19キロメートルである。2012年12月31日現在のビーレフェルトの土地利用を以下の表に示した。農業に利用されている比率は、 ノルトベストファー練習の同規模の都市に比べ約5%高い。市面積の約7.5%が自然保護地域に指定されている。ビーレフェルトは北から時計回りに以下の市町村と境を接するシュペンゲ、エンガー、ヘルフォルト、バートザルツーフレン、レオポルツヘイエ、エルリングハウゼン、シュロスホルテシュテューケンブロック、フェルル、ギュータースロー、シュタインハーゲン。 ハレ、ベールター。ビーレフェルトの地域は10の都市管区に分割される。各都市管区には区民によって選出される管区委員会が存在する。その定員は最大19名である。管区委員会の代表者が管区長となる。都市管区はさらに公的に92の統計管区に分割される。しかし、ビーレフェルトの日常的な会話では非公式な区分である。 市区が場所を示すのに使われる。この市区は、しばしば、1930年と1973年の地域再編の際に、ビーレフェルトに編入されたかつて独立していた町村に該当する。ビーレフェルトの気候は、中央ヨーロッパの海洋性気候と大陸性気候との移行部に位置し、トイトブルク沿いに位置することに支配されている。この地域は、 主に、アタ西洋海洋性気候の範囲に属すが、時折大陸性気候の影響が現れることがある。冬は、大西洋の影響により、穏やかで、夏は暑く、降水量は年間を通して比較的一様である。年間平均気温は、三手地区で約摂氏8.5度、市の南部に位置するベストフェリシェ盆地で約摂氏9度である。 オスニングの高い場所ではこれよりも気温が低く、約摂取7.5度から摂取8度ほどである。降水はトイトブルクの森の位置によって決定づけられている。ビーレフェルトは山や谷が多くある都市と並んで、ノルトベストファーレン州で最も降水量の多い大都市の一つである。降水量はどの月でも週平均を上回る。年間降水量は場所により、 約800ミリメートルから1000ミリメートルの間に分布している。市内中心部の年間降水量は約890ミ、mm、リメートルである。主な風は南西方角から吹く風である。これが湿った空気を運び、最初のバリアとなるビーエン山地の端にあるトイトブルクの森の風上側に雨をもたらす。オスニング山中やその南周辺部の年間降水量は、 1000ミリメートルを超える量に達する。市南部のベストフェリシェ盆地に位置する他の地区はこれよりも、降水量は少なく、年間降水量は750ミリメートル程度である。ラーフェンスベルガー丘陵のアーカワの谷やオスニングの、風下側の湿った空気から守られた地区では、年間降水量は約800ミリメートルである。この他の具体的な月別数値、特に月別平均気温は、 同じような自然環境にあり近接しているヘルフォルトやギュータースローとほぼ同等である。この集落は旧世紀半ばにはすでにコルバイ修道院がバイロヌールダに農地を有しているとして記録されている。ビーレフェルト市についての最初の記録は1214年になされている。ビーレフェルトは中世世紀に建設された数多くの都市の一つであり、 ラーフェンスベルク白漁の南京海戦に面しており、土地領主の支配下で計画的に建設された。土地領主は、この集落を商業都市で白漁の首都とするよう拡張した。多くの古い交易路が交差し、トイトブルクの森を通過する重要な街道に面する、その位置から、ビーレフェルトは、ラーフェンスベルク白漁の経済、金融中心都市へと急速に発展していった。 1240年頃にシュパレンブルク城の建設が始まった。この城は完成後、土地領主やその後継者の館として利用された。また、この城は、首都トイトブルクの森を通る街道を守るものでもあった。1293年にはノイシュタットが成立した。主に商人や主工業者からなる住民は、特に15世紀のハンザ同盟加盟によって富を増大させていった。 30年戦争前からその進行に伴ってシュパレンブルクはオランダ、スペイン、スウェーデン、フランスの軍隊に入れ替わり占領された。1636年から1637年にビーレフェルトでペストが流行し約350人の犠牲者を出した。17世紀にビーレフェルトのリンネル都市への発展が始まった。当時は特に リンネル取引が重要であった。ラーフェンスベルク地方の農民たちは、農地で穀物ではなく、国の補助金が得られるマを栽培し、家内工業でリンネル檻を製造した。リンネル取引はこの町に確実な富をもたらした。1830年頃にビーレフェルトのリンネル産業は深刻な危機に直面した。アイルランド、イングランド、ベルギーが、 機械生産の食不製品を持ち込んだのである。経済的困窮は1848年革命の創造をもたらした。また、多くの人々がオストベストファーレンの故郷を離れ、アメリカに移住していった。1840年頃のビーレフェルト1860年頃、ラーフェンスベルク地方で、タバコ産業が発展した。この業種におけるドイツで最も重要な会社の一つで、 あるビーレフェルトのガブリエル・クリューベルタバコ工場は、家内生産の仕事を与え、この地方の人々は、新たな収入源を得た。1847年にケ、ケルン民電鉄道が完成すると、たちまち工場が発達した。ヨーロッパ最大のリンネル宝石会社に発展する、ラーフェンスベルガー宝石会社が設立された。 1870年にはすでにビーレフェルトはドイツにおける織物産業の中心都市になっていた。1867年にベーテルが現在のガッターバウム市区に創設された。織物産業の他に機械製造業も発展した。ビーレフェルトは現在ドイツ第5位の機械製造業の町になっている。19世紀末には食品加工業がビーレフェルトの重要な産業分野になった。 エトカ・コンツェルンの存在により、この町はヨーロッパの食品産業を牽引する役割を担っている。エトカグループの長年の伝統により、ビーレフェルトはプディングシュタットという言い回しでも知られている。ビーレフェルト近郊の鉄道橋を空爆するイギリス軍1938年のビーレフェルトには、 約900人のユダヤ教信者が住んでいた。ユダヤ人社会は裕福で、1905年にはトゥルナー通りにシナゴーグを完成させていたが、1938年11月9日の排斥運動で放火された。多くのユダヤ人は外国に逃れた。合計460人の国外追放になったユダヤ人のうちホロコーストを生き延びた者は60人。 ほどに過ぎなかった。第二次世界大戦中、1944年9月30日の最も激しい空爆では、649人が死亡し、旧市街の大部分や多くの歴史的建造物が破壊された。また、1945年3月14日の鉄道橋に対する爆撃では、グランドスラム爆弾が初めて実戦使用された。 要塞と呼ばれたビーレフェルトは1945年4月4日にアメリカ軍によって占領された。その前の2日間、市の南部の森林地域で激しい戦闘が行われた。ビーレフェルト市民の勇気がアメリカ軍の進軍によるさらなる流血を防いだ。ブラックベーダー町長のヘルマン・ビッターは1945年4月3日に戦車バリケードをアメリカ軍に解放し、 このため NSTP の軍長によって射殺された。4月4日にアメリカ軍部隊が内主外方面に移動した際、福音主義の牧師カール・パブロフスキは戦闘準備を整えたドイツの防衛戦力沿いに自転車で走り、兵士たちに撤退を促した。これによりビーレフェルトは戦闘なく、占領下に置かれた。アメリカ軍のジープがビーレフェルトに入場すると、視聴者には、 白旗が掲げられていた。戦争中、ビーレフェルトでは1300人以上が爆撃によって命を落とした。破壊された歴史的建造物は戦後、近代的な建造物に建て替えられた。工業は数年間で復興され、経済発展が始まった。しかし、食婦産業は徐々に重要性を失い、市はサービス業の中心地へと発展していった。 戦後の都市建設の得意性は、計画都市の全ネシュタットに現れている。1969年には、ビーレフェルト大学が設立された。1828年に、グート・ニーダー・ミューレンが、ビーレフェルト市に合併した。1900年4月1日にガッターバウムの一部と、シュパレンブルクが合併した。1907年1月31日には、クベレの一部、 ホーフマイヤー2オルダーディッセン及びシルトホーフが合併した。1930年10月1日にシルデシェドルフ、ジーカー、シュティークホールスト及びゲラースハーゲン、グロースドルンベルク、ヘーペン、ホーベルゲーレントループ、オルデントループ、シルデシェバウアーシャフト、定前の一部がビーレフェルト軍からビーレフェルト市に移管された。 バーベンハウゼンの54ヘクタールが1961年12月31日に、ブラーケの56ヘクタールが1965年1月1日に、これに加わった。これまでで最大の地域再編は、ビーレフェルト周辺の新設に関する法律に基づく1973年1月1日に発行したものであった。ビーレフェルトから、ブラックベイで、全したと、 カッターバウム、ゼンネアイ、バーベンハウゼン、グロースドルンベルク、ホーベルクエーレントループ、キルヒドルンベルク、ニーダードルンベルクデッペンドルフ、アルテンハーゲン、ブラーケ、ブレニングハウゼン、ヘイペン、ヒレモスセン、レーマースハーゲングレーフィングハーゲン、ミルゼ、オルデントループ、ウッペディッセン、イエレンベック、テーゼン、フィルゼンドルフが、ビーレフェルト市に編入された。 この他にもハレー軍からシュレッティングハウゼンが合併した。ビーレフェルト軍は廃止された。ビーレフェルトの人口は1930年に現在の地域で10万人を超え大都市と認定された。戦後、人口は1961年までに17万5千人を超えたが、このうち6万人が難民あるいは非追放者として第二次世界大戦後に ビーレフェルトに移住した住民であった。1972年までやや減少した後、ブラックベイでの39,856人、ゼンネシュタットの21,187人、ゼンネアイの17,421人を含むビーレフェルト軍のほぼ全ての町村を併合したことにより、1973年の人口は32万人を超えた。 2003年の人口は32万8000人を超える、これまでの最大値となった。ノルトベスト・ファーレン州データ管理、統計局の調査による2012年12月31日、現在の公式な人口は32万8314人であった。この数値に基づき、ビーレフェルトはドイツで18番目、ノルトベスト・ファーレン州で8番目に大きな都市となっている。 ビーレフェルトには2002年5月現在152,092人の福音主義信者52,965人のローマイコールカトリック信者がおり117,556人が他の宗教を信仰するかあるいは無宗教であった。キリスト教ビーレフェルトはその創設以来パーダーボルン市教区レム号女最長区に属している。教区教会は 平ペンのペーターイコールウントイコールパウルス協会から、離れた1236年から、旧市街のニコライ教会がその任を担っている。13世紀末からは、シュパレンブルクの麓に、新しい教区、ノイシュタットが設けられた。近くにあるドームベルクや、シルデシェの修道院協会では、もっと古くから礼拝が行われていた。 ノイシュタットのマリエン教会プロテスタントルターの宗教改革は、ノイシュタットのマリエン教会から本市及び、ラーフェンスベルク伯領全域に、1553年頃に広まった。1649年に、本伯領は、最終的に、ブランデンブルク選定校の手に渡り、これ以後は、クーユスレギ王、英輸スレディギ王の原則が適用された。 フランシスコ会修道院を除き、すべての教区や修道会教会がプロテスタント化された。大戦抵抗フリードリ・ヒビル・ヘルムはカルバン主義の信奉者で、その支配下にある都市や地方では改革派の作法により、礼拝を行うよう命令した。その後数年間、改革派教会の信者数は増加した。1817年に、プロイセン全土で、 ルター派協会と改革派協会の統合がなされた。ビーレフェルトにおいても、両プロテスタント協会は、福音主義協会として統合された。ビーレフェルトの工業家は、かつて改革派協会の立派地方の農村で、働いていた多くの人々をこの地に引き寄せた。本市は、19世紀にプロイセンあるいはその、ベストファーレン協会管区の福音主義協会内の、 教区監督官を含めた地方協会会議の開催地となった。これが現在のビーレフェルト協会クライスの原型となった。ベスト・ファーレン福音主義協会と呼ばれるミュンスターの地方協会の管理部が1949年にビーレフェルトに移転した。ビーレフェルト協会クライスは現在ビーレフェルト市内の33の協会組織を包含している。ただし、 ビーレフェルトの新域南部のいくつかの教会は、ギュータースロー教会クライスに属している。ビーレフェルト教会クライスのほとんどの組織が、福音主義ルター派で、例外には、福音主義改革派のジュスター教会がある。福音主義地方教会組織の他に、古い協議による、独立福音主義ルター派教会及び、福音主義の自由教会がある。多くのメノー派教会、アドベンティスト教会、 多くの福音主義自由教会、福音主義メソジスト教会がある。カトリックの西洋ゼフ教会カトリックカトリックの信者数は宗教改革によって大幅に減少し、主にタンテンハウゼンやホルトフェルトの貴族家の所領内に残っただけであった。その後、フランシスコ会修道士がビーレフェルトの西洋ドクス教会でラーフェンスベルク地方全域の信事を担っていた。 1696年に、シュトック拳編に文教会が設けられた。1829年に、ビーレフェルト修道院が廃止された後は、教区司祭が神事を担った。19世紀になると、工業化に伴って、本市のローマカトリックを信仰する人の数が、再び増加した。1890年には、ビーレフェルトの人口4万人のうち、約4600人が、 カトリックの信者であった。これらの信者は現在までパーダーボルン司教区に属している。1908年から1910年に西洋ゼフ教会が1933年から1934年に聖母教会が新設された。第二次世界大戦後にはカトリック信者がさらに増加した。その多くは旧ドイツ東部領土からの戦争難民であった。 1950年代に約10の教区協会が建設された。ビーレフェルトは主席司祭の所在地となった。2008年まで市内のすべての教区がこの主席司祭区に属した。2006年7月1日にそれまでのビーレフェルト主席司祭区とリッペ主席司祭区はビーレフェルトリッペ主席司祭区として合併した。この主席司祭区はビーレフェルトに本部を置く。 その他の宗派本市内には現在、この他に、多様なキリスト教系の宗教団体が存在している。多くの新首都派教会、ギリシャ正教会、二つのロシア正教会、二つのセルビア正教会、ヒレゴッセンのウクライナ東方カトリック教会、エホバの承人などである。ユダヤ教本市に、ユダヤ人が居住した最初の文献上の記録は、14世紀中頃の、 文書にある。1348年から1350年のペストが流行した際、泉に毒を入れたとして、ドイツのユダヤ人は迫害され、他の多くの都市と同じようにビーレフェルトから追放された。ラーフェンスベルクハクビルヘルムフォンユーリヒは、1370年に彼らの帰還を許し、安全を保障した。16世紀中頃、 ユダヤ人たちは再び白領に居住することを禁止された。同世期末になって初めてユダヤ商人たちは農付金と引き換えに居住することを許された。1649年、ラーフェンベルク博の地位を獲得したブランデンブルクの領主ホーエンツォレルン家はユダヤ人を排斥しなかった。1720年頃、ユダヤ人会は30人で構成されていたが、 1723年にはすべてのユダヤ人が市内に住むよう義務付けられた。ビーレフェルトの居住権を得るためにユダヤ人は市販機ごとにいわゆる保護、徴平面除金を支払わなければならなかった。支払い不履行や資産を失ったユダヤ人はプロイセンの法に基づき国外に追放された。この納付金は領主にとって重要な資金であったため、 彼らは商業に携わるユダヤ人たちを保護した。ナポレオンのもと1808年にベスト・ファーレン王国のユダヤ人はキリスト教徒と同等の権利を認められた。ただし彼らは別名を名乗らなければならなかった。市民権と結びついた自由は多くのユダヤ人をラーフェンスベルク地方に引きつけた。 これによりユダヤ人社会は1825年までに134人の成員を数えるまでに成長した。ナポレオン支配の終焉とともにユダヤ人の権利は再び制限された。1871年のドイツ帝国成立によって初めて北ドイツ連邦内のユダヤ人に対するすべての政権が廃止された。19世紀の初め以降、 ビーレフェルトにユダヤ人の国民学校が設立され、1876年からはユダヤ人の子供が公共の私立学校で学ぶことが許された。新シナゴーグ最初のシナゴーグは1847年にクロスター広場に建造されたが、すぐに手狭になったことがわかっている。1847年のユダヤ人社会は約350人だったが、 世紀の変わり目にはほぼ1000人となっていた。1905年の秋にはトゥルナー通りに新しいシナゴーグが完成している。このシナゴーグには450人の男性信者と350人の女性信者を収容することができた。このシナゴーグは1938年の水晶の夜に国家社会主義者に破壊された。 ビーレフェルトの900人のユダヤ人のうち460人がホロコーストの犠牲となった。ビーレフェルト中央駅からは計1849人が集団移送された。1998年から中央駅前広場の記念碑に名前が刻まれている。ビーレフェルトでは現在約250人を要するユダヤ人社会が再興している。二千八年九月からは ユダヤ文化協会、ビーレフェルト KD、R に新しいシナゴーグがある。これは、デトモルト通りのかつての福音主義協会、パウルゲルハルト教会を改築したものである。ブラックベーデシクのファータンイコールモスクイスラム教、ビーレフェルトの多くのムスリムはトルコ出身である。第二次世界大戦後の経済発展期、ドイツでは緊急の労働者を探していた。イタリア、 スペイン、ギリシアとの求人協定締結の後、ドイツ連邦共和国は1961年にトルコと協定を結んだ。はじめは、いわゆるゲスト労働者がドイツに定住するとは、考えられていなかった。やがて妻や子供が移り住み、第三世代や第四世代の住民もいる。2004年に、ブラックベーデ宿にファーターンイコールモスクが完成した。この組織には、 約350人の信者が属している。ヤズ・イーディ・ビーレフェルトには、バウムハイでのゲマインデセンターにヤズ・イーディの教団組織がある。旧市長者新一庁者1994年、ビーレフェルトでは、市行政の二等体制を廃止した。これ以後は1000人の上級市長の職を設けた。上級市長は、本市行政の最高責任者であり、市議会議長であり、 市運営の指導者となる。本職は1999年から住民の直接選挙によって選出されることとなった。2009年8月30日の選挙でピットクラウゼンが43.3%の票を獲得して上級市長に選出された。この選挙に出馬した他の候補はセディ、グルネン、FDP、リステバーガーナであった。 当時現職だったエ米ベーハルト・ダーフィとは立候補しなかった。彼はその前回の選挙の決選投票でわずか137票差でピット・クラウゼンに勝利していた。2014年の上級市長選挙では6月15日の決選投票で55.9%の票を得てピット・クラウゼンが再選された直近の選挙結果ビーレフェルトの市議会は 議決権を有する上級市長を含めて67議席である。上級市長代行は、デトレフ・ヘリングとホルスト・グルーベである。2009年末時点の市の負債額は、4850万ユーロであった。ズンガラ、金字に赤い強壁と2本の壁の衝刀を持つ、円形アーチ。開いたアーチの中に3本の赤いシェブロンが描かれた、銀の盾。 この紋章の原型は1263年から現れる。当時は旧市街の紋章として用いられていた。1520年に旧市街と新市街が合併すると、この紋章は統合された死の紋章となった。19世紀に入るまで紋章は変更されなかったが、この頃紋章の中に死死を入れることが流行し、この町の紋章にも2頭の子が描かれるようになった。 1973年から縦型で死死を除いた紋章がビーレフェルト氏の公式な紋章とされた。シェブロンが描かれた縦はかつてビーレフェルトを首都としたラーフェンスベルク博の紋章に由来する。塔は外壁の外側部分を示している。ビーレフェルトでの労働組合代表会議にイングランドのロッチデールから教育専門家たちが参加したことにより姉妹都市の構想が生まれ、 1953年に締結された。姉妹都市の象徴として、ロッチデールの橋とビーレフェルトのラーフェンスベルガー、宝石工場前の広場が、互いの姉妹都市の名前にちなんで名付けられた。また、ビーレフェルトのニコライ協会前には、イギリス式の公衆電話がある。ブラックベイデカンクは、1958年から、北アイルランドのエニスキレンと姉妹都市協定を結んでいる。 姉妹都市の起点を記念して、1957年のブラックベイで射撃祭にロイヤルインニスキリング、このュー騎兵連隊が参加した。友好の証として、ブラックベイでの通りにこの姉妹都市の名前が付けられた。ブラックベイでギムナジウムとポートラロイヤルスクールとの間で、交換学生制度を姉妹都市プログラムの一環として行っている。フランス。 コンカルノーの民族グループセルクルセルティックは1967年に当時はまだ独立した町村であったゼンネで講演を行った。この緊密な友好は1973年に現在のゼンネカンクとの姉妹都市協定に発展した。両市は町の通りに互いの都市名をつけている。ビーレフェルトのゲルハルトヘップナーはイスラエルのナハリアに移住したアンドレアスマイヤーと 私的な交流を続けていた。この交流は1980年に、両主の友好都市協定に発展した。現在、ビーレフェルトの二つの市聴者の間の窓と通りが、この姉妹都市にちなんで名付けられている。ナハリアでは6世紀の教会がビーレフェルトからの寄付によって修復された。このため、この教会は現在ビーレフェルダー教会と呼ばれている。 ギムナジウムヘイペントナハリアの公立学校も姉妹都市関係の育成を行っている。1983年、1984年の冬、軍備拡張に関する連邦議会の決定の結果、ビーレフェルトはロシアのノブゴロドとのコンタクトを持った。この短い接触は姉妹都市協定に発展し、1987年に締結された。 新しいバーンホーフスフィールテルノトーリーとシュパレンブルクの多くの木がこの姉妹都市にちなんで命名された。1990年代にはこのロシアの姉妹都市への救援輸送が幾度も試みられた。現在でもノブゴロドの社会プロジェクトは経済的な支援を受けている。学生、大学生は定期的に交換交流を行っている。 ビーレフェルトのドイツ・ポーランド協会は1991年にポーランドの都市、ジェシュフとの姉妹都市協定を発議した。漁師の学生、大学生は定期的に交換交流を行っている。ビーレフェルトは1984年からニカラグアのエステリとの交流を育み、1995年に友好協定を締結した。この町は1998年に ハリケーンの被害を受け、ビーレフェルトや他の姉妹都市からの募金によって再建された。この姉妹都市関係は、ビーレフェルトの学生が、エステリの学生と行っている共同プロジェクトによって支援されている。ビーレフェルトは、旧ドイツ東部領土だった、ロシアのマチグセフ及び、ポーランドの都市、ワイヤーソとザビスに対する保護援助協定を締結した。ビーレフェルトは、 第二次世界大戦後は、社会的、経済的にこれらの都市の故郷を失った人々を受け入れることで保護を行った。ビーレフェルトは、連邦議会選挙では、ベルター氏と共に、第1 3 3ーレフェルト選挙区に属す。ノルトベストファーレーン州議会の選挙では、ミッテ、シルデシェ、カッターバウムは、第9 2ーレフェルト愛選挙区に、ヘーペン、ブラックベイで、 シティークホルスト、ゼンネュタット、ゼンネは、第93ビーレフェルト2選挙区に属す。ドルンベルクとイレンベックは、ボルクホルツハウゼン、ハレ、シュタインハーゲン、フェルスモルト、ベルターと共に、第94ギュータースローアイ、ビーレフェルト3選挙区に属す。ビーレフェルト旧市街のニコライ協会旧市街の、ニコライ協会がビーレフェルトで最も古い歴史を持つ、市協会である。 この教会は、元は三老式のホール式ゴシック教会であったが、14世紀の初めに拡張され、市民、商人向けの教会に改築された。それ以前の1236年に、パーダーボルン司教ベルナルトはこの教会を独立した教区教会に昇格させていた。1日に何度かグロッケンの音が鳴り響く。この教会の特筆すべき、調度品としては、 9つのシーンに250体以上の彫像を配したアントワープのリテーブルである。この教会は、党の下部を除いて、1944年9月30日に破壊された先代の教会に倣って建設された新しい建物である。この教会には小博物館が入居しており、第二次世界大戦前から伝承された遺物や写真が展示されている。 新市街のマリエン教会は、日本の塔を有する、ゴシック世紀1293年建造のホール式教会である。ただし塔は、16世紀初めに、ゴシック様式の長部が作られて、完成した。このゴシック様式の塔の先端部は、後に嵐によって損壊し、バロック様式のボンネット型の屋根に改築された。この教会は、芸術史の観点からビーフェルトで、 最も価値の高い建築文化財であり、全長52メートル、高さ78メートルの規模を持つ。1553年にビールフェルトにおける宗教改革の起点となった。教会内部には13の異なる絵画が描かれた価値の高い両開き祭壇、いわゆるマリエン祭壇がある。この祭壇の絵画は無名の画家によって千四百年に制作された。これには、 天国と地上の様子、神と人、キリストやマリアが描かれている。この教会は長らく、ラーフェンスベルク博家の墓所として用いられていた。内陣北側に、ラーフェンスベルク博夫三世とその妻ヘドビス2は、立 p p の墓がある。この墓は1320年以後の早い時期に設けられた。南側には、ビルヘルム二世博とその妻アーデルハイトフォン。 テックレンブルクの墓がある。この他の調度品には、後期ゴシック様式、16世紀初めのキリスト卓形像やビーレフェルトの職人、ベルント・クリストフ・ハテン・ケルルによって1681年から1683年に建造された彫刻公団がある。この教会は、第二次世界大戦で甚大な被害を受けた。特に空爆によって、 それまでのバロック様式の当選端部が破壊された。戦後、1965年に、この先端部はゴシック様式の形状で新設され、その極点に尖った形を保っている。旧市街の中心に16世紀に創設されたジュスター教会がある。この場所は、1491年に1 2人のアウグス内の会女子修道会士が修道院の創設を許された場所である。 彼女らは病人や貧困者の救済に従事した。この修道院は経済的困窮のため1616 16年に廃止され死に譲渡された。現在この教会はビーレフェルットで唯一の福音主義改革派の教会である。これに接続していた旧修道院の建物のうち唯一の遺構がジュスタープラッツにーバンチにある。このほぼ正方形で三階建ての切妻づりの 建物は、その中核部が1500年から1600年の間に建設され、現在は牧師館として利用されている。18、19世紀に木座橋の高さの変更を伴う改築がなされた。この時にジュスター広場に面したハフは、ネオゴシック様式に装飾された。カトリックの教区教会西洋ドクス教会は、もともとはフランシスコ修道院の教会で、 1511年に建設された。このヨストベルク修道院は、それ以前から存在していた。はじめ修道院は、ヨストベルクにあったが、そこでは早くも1507年に、水の供給が困難となったことで放棄され、現在のクロスター広場に移転した。旧ヨストベルク修道院は、遺跡だけが残されている。旧市街のフランシスコ会修道院は、 宗教改革後も存続した。市内の他の教会が宗教改革を受け入れた際、フランシスコ会がラーフェンスベルク地方に残ったわずかなカトリック信者の魂の寄り所となった。この修道院は1829年に廃止され、死牧は教区司祭に委ねられた。今日まで教区教会となっているこの教会内部には1220年に制作された黒い聖母。 1480年に制作された西予ドクスの寄贈、1962年にサベリエフが制作したイコンの壁がある。ドルンベルク地区のシュパンダワーレイにある精霊協会は、オストベストファーレン地方の近代的な教会の中の四方である。この教会は、コミュニティの拡大によって手狭になった二つの教会、すなわちベレンジークの精霊協会及び、 ビーレフェルトエーレントループの聖家族協会の後継協会として1990年代、初めにビーレフェルトドルンベルクに建設された。テアターアムマルクトアルターマルクトは、ビーレフェルト旧市街の革新を成している。その北側には、テアターアムアルテンマルクトがある。この外観上地味な建物がその内部に、中世の視聴者の大規模な移行を包含しているとは、ほとんど思われない。 旧市街の市庁舎は1424年に初めて文献に記録されている。最初の市庁舎は13世紀にここに建てられた。現在1階の一部にその遺構が残されている。1538年に新築、拡張工事が始まり、遅くとも1569年には完成した。この工事により、高い1階の上に3階建ての切り石建築が作られた。 この建物には、石材で作られた二つの装飾ハーフが設けられていた。19世紀の記述に描かれた西の階段ーフは、ミュンスターの市聴者や近くにあるクリューベルハウスをモデルにして、後期ゴシック様式で建設された。ルネサンス様式の特徴を示すニーデルーン通りに面した正面入り口には、1562年に制作された。 アダムとイブのレリーフが掲げられていた。1820年から1821年に徹底的な改築と内部をより使いやすくするための重上げ工事が行われた。これにより両方の破風が取り壊された。その後、外装が古典主義様式に装飾され、屋外階段を有する主玄関がマルクト側に移された。高い霧妻屋根はクリッペルバルムダフ派に置き換えられた。 ニーデルンバルの新しい市庁舎が1904年に建設された後には、この建物は、カエナ役所や、私立図書館として利用された。1906年にニーデルン通りに歩行者のための、アーケード、いわゆる、候補財津望遠が建設された。1944年9月30日、この建物は何発もの焼夷弾を受けた。 古い視聴者が完全に焼け落ちた後、1949年からハンス・ドゥストマンによって中世後期の資材を再利用しながらの再建が行われた。これ以後この建物はテアター・アームマルクとおよび市民大学ディーブリュッケとして利用されている。この二つの施設を収容するために北側に低層階の拡張が行われた。ファサードの再建では、 古典主義様式の装飾は排除され、外観は簡素な様式となった。中世後期に建設された建物から、いわゆる郷土色保護建築と、明らかな類似点を持つ戦後近代建築が現れたのである。現在の建物は3階建ての化粧漆喰を施された多くの飾り窓を持つ、寄せ棟造りの建物である。ニーデルーン通り寄りの奥行き側は、 高歩最都防縁のアーケードであり、マルクト側は二つの屋外階段を有する簡素な玄関口となっている。東側の三県の地下アーチは1995年に改修され、それ以後はョゾ蔵庫として利用されている。この交差ボールとの一部には1538年のキーストーンが見られたが、現在は元の位置にない市民の住居。 ビーレフェルトに現存する最も古い民家ミュラー亭第二次世界大戦の開戦によりそれまで保存されていた数多くの中世後期から近世の民家はごくわずかが残されているだけである現在最も古い民家はオーベルン通りのミュラー亭である年輪年代学調査によれば1485年に建設されたとされている1592年に大規模な改築がなされ これにより、豊かな装飾が施された木組みの破風が設けられた。1991年から1993年まで、この建物は徹底的な改修がなされ、近代的な増築がなされた。歴史学的な調査もなされ、内部の元々の土間や部屋の配置、地下ホールが現在も追体験できる形で保存されている。この建物の裏側にあたる、 ベレル55番地の建物は、表の建物と木製の橋で接続した17世紀の建築である。オーベルン通り32番地の家もやはり中世、後期の建物である。この半寄せ棟屋根の簡素な3階建ての家の外観は19世紀に行われた改築の結果である。最も古い部分は16世紀初めに作られたものである。 クリューベルハウス最も有名な民家の一つが1530年に建設されたクリューベルハウスである。後期ゴシック様式の階段ハフはミュンスターの建築をモデルにして作られた。同様の、しかし、これよりもやや時代が下る作例はヘルフォルトやレム号に見られる。正面は1901年に改築され、1階には店舗スペースがある。この建物は、 第二次世界大戦で消失し、1948年、1949年に、パウル・グリーサーによって、歴史的なファザードを保持して再建された。この再建によって、大きなショーウィンドウは、小さな山のある窓に置き換えられた。この階段ハウス内には、約7000枚の16世紀から18世紀の、歴史的なデルフト焼きのタイルがある。これは、この種のものとしては、 北西ドイツ最大のコレクションである。バッティヒハウスは甚大な戦争被害を受け、1680年の記録がある渦巻き装飾のハーフだけが残された。この建物はパウル・グリーサーによってランペ銀行の建築軍に取り付けられた。正面は、いわゆるベーザールネサンス様式の影響を強く受けているが、海岸上のパネルはすでにバロック様式に裏打ちされている。 1945年以後、ファサードの保存的再現が行われており、これによって、ショーウィンドウが小さな開口部に置き換えられた。オーベルン通り38番地に古典主義様式のファサードを有する木組建築がある。この建物は19世紀前半に化粧張りが施された。1階は後に店舗スペースに改築された。 貴族の屋敷1718年に記述されている17の貴族の屋敷のうち、いくつかは現在も保存されている。本市の方がとなったのがベレに位置するバルト方府である。これは本市創設以前からすでに存在していた屋敷の一つである。長く伸びた館は、その中核部分が中世に建設され、16世紀に増築された。 渦巻草食派付の張りが子部はこの頃、1585年に設けられた。建物の東側部分は、第二次世界大戦以前には、木組みの上階を有していた。クロスター広場には、ベルマンスホーフとも記録される、ゴルフシミジンガーーフがある。フェヒャーロゼッテが見られる、彫刻の豊かな木組みの上階を有する、この屋敷は、1640年頃に造営された。 クロスタープラッツ州で建設のために当時は現在の倍ほどあった建物は半分の長さに建築された。そのすぐ隣にベントシャー豊富ーがある。この3階建ての建物は16世紀に建設され19世紀から20世紀初頭にかけて何度も改築がなされた。後方部分は主に木組建築で置き換えられている。中庭には多角形の階段塔がある。 シュピーゲルスホーフ1540年の記録が残る。シュピーゲルスホーフは3階建て化粧漆喰の、いわゆるベーザー・ルネサンス様式による、霧石の建築である。奥行き側は丸みのあるハフで飾られている。階段室は1682年に設けられた。内部は時代とともに徐々に改装されている。建物の反対側には、角材を剥き出しにした天井の地下ホールが、 保存されている。現在、シュピーゲルス法府には自然文化博物館が入居している。クレストシャー法府には豪華なファサードが残されている。この館はおそらく16世紀後半に4壁の塔の基礎上に建設された。この豪華なルネサンス建築は1870年からラーツギムナジウムの北翼として利用されている。この頃に屋根の構成が変更されている。 マインダース豊富は3階建ての化粧漆喰の建物である。本来バロック様式の玄関は1669年に記録されている。この他の変更は19世紀に行われた。1階の内部には1670年の暖炉とバロック様式の化粧漆喰の天井跡が残されている。破壊された建物跡の再利用アルターマルクと5番地。 簡素な戦後建築が1593年に製作されたベーザールネサンス様式の渦巻きハフで装飾されている。このハフはもともとはオーベルンドール29番地のものであった。戦争被害を受けた元の建物はこのハフを残して1962年に取り壊され、ハフは1976年に現在の場所に取り付けられた。これは バートザルツーフレンのマルク三32番地の建物とよく似ている。ニーデルン通り3番地。地味な戦後建築の中に半筒型ボールとを持つ中世の地下室が融合している。オーベルン通り36番地。1975年に建てられたこの建物にはかつてオーベン通り9番地にあった建物の三角ハフが取り付けられている。ハンスザッハス通り沿いの 第55弊社は1775年から1777年にヘルツフェルトシャーに貴族屋敷跡に建てられた。これにはシュパレンブルクの防御壁の化粧石が転用された。この建物は長く伸びた大きな建築で、中央のリサリートエプロンには紋章が掲げられている。1850年の増築工事により、中央翼の中2階付近が高く改造された。 死壁16世紀の死壁跡13世紀に建設された旧市街の死壁の跡は、いわゆるベルハウスによってたどることができる。かつてのグレッチャー法府は死壁の一部である大変に堅牢な格闘跡に建てられた。14世紀から防御された新市街の死壁に関しては、ケッセル通り沿いの建物の庭の中に中世の塔の基部が残っている。の発達に伴って、 旧市街と新市街を囲む一体化された防衛システムの施設に1539年から1545年の間に多くの円筒が設けられた。黒い津通り38番地の建物裏には長さ数メートルの当時の紙壁基部が残されている。この紙壁はホスバフ派側とルター側との合流点で死号に接続する。 1856年から設置されたガス塔のうち最後の2基が壁の上部に残されている。その他の建築物シュパレンブルクは本市で最も有名な文化財建築であり、本市の象徴的建造物である。最新の情報では1200年頃に建設され、高さ37メートルの塔と地下通路を有していた。地下通路はガイドと一緒であれば見学することが可能である。 当は4月から10月までの10時から18時まで見学することができる。2006年9月22日にシュパレンブルクは第2ドイツテレビが行った一番好きなドイツの広場を選ぶコンテストで第17位となった。シュパレンブルクから遠くない場所にローマ時代のシュパレンベルガーへ下官号遺跡がある。ニーメラース水車ビーレフェルトのクベレシクにある上位。 秘ミズ方式の水車ニー・メラース水車は1535年に初めて記録されている。この水車は1994年に修復され、再び稼働している。ラーフェンスベルガー公園のバイセビラは1825年以前に設けられていた。この建物はイタリア風別荘様式によるポツダムの館を早期させる。このビラはこれに付属するナヤと共に、 ビーレフェルト工業家の方がとなった。ノルトパルクには現在カフェとして使われている小さな建物が移築されている。この建物は1830年頃に建てられた。有名な建築家、カールフリードリヒ・シンケルの弟子の作品である。旧市庁舎は1904年に建設され、現在はビーレフェルトの上級市庁の主要な儀式会場として使われている。 実務のほとんどは、旧市庁舎のすぐ隣に位置する、新市庁舎で行われている。旧市庁舎のファサードには、様々な建築様式が混交しているが、ゴシック様式とルネサンス様式の要素が強い。私立劇場、私立劇場は建築上、旧市庁舎と一体となる建物である。旧市庁舎と同じ1904年に完成し、 ベルンハルト・ゼー・リングによる有限としている様式のファサードで注目された。この劇場は本市最大の劇場である。2005年から2006年にかけて根本的に近代化がなされた。アルトシュテッター・キルヒプラッツに1909年にハンス・ペラートナーが制作した泉の形態を取ったリンネル折記念碑がある。これはビーレフェルトの経済的出発点となった。 リンネル化工業を記念したものである。ラーフェンスベルガー紡績工場1855年から1857年に建設されたラーフェンスベルガー紡績工場の建物は19世紀にはヨーロッパ最大のリンネル紡績会社を思い起こさせる。現在は市民大学ビーレフェルト歴史博物館市のメディアセンターディスコがここに入居している。その前面には 野外ステージとして利用される、ロフホダーレ公園、ラーフェンスベルガー公園がある、アムシュパレンベルクニの旧工芸学校。1913年に、市の上級建設議官、フリードリヒシュルツによって、アンリバンデ・ベルデ流の改革主義建築教育を目的に創設された。1926年から1927年にかけて、 フリードリヒシュルツによって設計された屋外プールがビーゼン通りに建設された。この施設では大きな数多くの観客席と100メートルプールが全対称に配置されている。ブライヒ通りに面し、ガーデンレストランとして用いられているカジノもこれに含まれる。入り口、飛び込み台、カジノが対象軸上に配置されている。これに加えて特筆すべきは、 リーゼンバートの歴史的な部分が記念文化財として保護されていることである。ヤンプラッツ5番地のハウスデアテクニーク。レンガで外装仕上げされた鋼鉄骨格のこの建物は1929年に本始発の構想建築としてベルリンの建築家ハイン・リヒティシャーによって新則物主義の様式で建設された。この四角い平面の塔のような形の本館は 本来はガラス製の頂き飾りをいただいていた。この建物は1945年2月24日の空爆に巻き込まれ、ひどく損傷した。上層階は倒壊の危険があったため数週間後に爆破された。1950年までに旧来の形に基づいて再建されたが、ガラス製の頂き飾りは放棄された。上層階は警備な変更がなされ、 一回分高くなった。2012年、ついに独創的な光の塔がこの建物に設置された。ニーデルン通り12番地のグローリアパラスト。この映画館は1927年から1928年にビルヘルム・クライスによって新植物主義の様式で建設された。この建物は1944年に爆撃により大きな被害を受けた。 1948年の再建の際に入り口の大きな曇りガラスはバルコニー席への3つのガラス扉に置き換えられた。内部は後にいくつかの映写ホールに区分され、これに伴って価値の高い内装は取り外された。2000年に映画館は閉館され、建物は倉庫として利用されることとなった。これによりファサードは元々の状態に戻された。 このパラストはビーレフェルトにおける数少ない新植物主義建築の一つであり、外観からその用途がはっきりとわかる最初の映画館建築である。芸術ホールは国際的なスター建築家フィリップ・ジョンソンの設計に基づいて1966年から1968年に建設された。この建物自体は赤い砂岩で作られている。 この芸術ホールの収蔵品は20世紀の芸術作品であるが、この他に様々なテーマによる入れ替え展示が定期的に行われている。芸術ホールには噴水と様々な素像が設置された小さな公園が付属している。また、野外テラスのあるカフェも併設されている。保護文化財のオストマン島は現在学生宿舎として利用されている工場建築の跡であり、 周辺はこの建物にちなんで、オストマントルム地区と名付けられた。ビーレフェルトの自然保護地区ビーレフェルトの一部は、テッタ・ビータ自然公園及び、トイトブルクの森、エッゲ山地自然公園に含まれる。地域に張り出した、この尾根は、多くのレグリエーションの機会を提供している。トイトブルクの森の中あるいはこれに面して、ビーレフェルト植物園がある。ここには、アルピヌム、 竹林、ロックガーデン、シャク投げとツ,ツジのコレクション、薬用植物園、ハーブ園、荒レ地を模したには、ブナの森の植生、約200種のレッドリスト登録植物のほかに、100種430匹以上の地元の動物を集めた1928年に創設されたオルダーディスン郷土動物公園がある。オーバーゼーは、市の北部、シルデシェイ地区にある、赤ドメコである。 この湖の周辺には広さ80ヘクタールの緑地が設けられている。歴史的な建造物を改築した食堂税クルークは人気のハイキング地である。鉄道高架の東側にレクリエーション施設としてウンター税を造成する計画もあった。この計画は費用の問題や自然保護の理由から実現せずに放棄された。内市街の大きな公園としては ルドルフ・エトカー・ハレに隣接する、ビュルガー・パルク、ラーフェンス・ベルガー公園、ラーフェンス・ベルガー宝石工場の周辺に位置する、イギリスの姉妹都市にちなんだロッチデール公園、古い建築を含むノルト・パルクを挙げることができる。ノルト・パルクは、第二次世界大戦中は、ジャガイモ畑に利用されていた。幾度どもの改造を経て、現在は広大な風景庭園となっている。この公園内には、戦後、 個人庭園から石像の園庭が移築された。この園庭は1830年にシンケルの弟子によって作られたものである。2003年からガッターバウム管区に日本庭園が作られている。1912年に開園したゼンネ墓地は広さ約100ヘクタールのドイツで最も広い墓地公園の一つである。自然のままの土地であるゼンに近い特殊な場所であることや、 異例の広さのため、全ネ墓地の様々な箇所に生態学上のニッチが形成されている。ここには、ノルトベストファー練習のレッドリストに登録されている98種類の戦隊類のうちに0種が自生している。ケーテ・コルビッツ、ゲオルク・コルベ、ペーター・アウグスト・ベック・シティーゲル、ハンス・ペラートナーといった芸術家たちが制作した墓碑はこの地の文化的価値を表している。 ヨハニス墓地は1874年にヤーン広場に隣接して拡張された墓地である。ここにはアウグスト・エトカーやカール・ベルテルスマンといったビーレフェルトやその周辺の著名な人物が埋葬されている。自然文化財の中には1742年に現在のニーダーバルに植樹された周囲5.5メートルのプラタナスやベルバッハ通りの高さ4メートル。 重さ117トンの迷子石が含まれる。ビーレフェルト芸術ホールビーレフェルトには13の美術館、博物館があり、芸術作品や歴史文物の他に産業文化に関する展示もなされている。歴史博物館はビーレフェルト市及びオストベストファーレンリッペ地方の歴史、とりわけ産業史に関して展示している。この博物館は キューラー・フェンスベルガー宝石会社のホールをいくつ使用しており、見学者は工業化の時代に浸ることができる。この博物館は1994年に開館し、1867年までの工業化に至る全史のコレクションも所蔵している。ビーレフェルト芸術ホールは1966年から1968年にアメリカのフィリップ・ジョンソンによって建設された。当時、 ビーレフェルトには純粋な美術館はなかった。芸術ホールは著名な建築家によるヨーロッパの美術館、博物館建築である。この博物館は主に20世紀及び21世紀の現代美術を収蔵している。この他にヒュールマン博物館がある。この博物館は工芸品の美術、博物館で1995年に開館し、特に陶磁器。 装飾品や人形のような学術用具にまで及ぶ。シュピーゲルスホーフには、ビーレフェルト自然文化財博物館が入居しており、近くの構造、地元の鉱石、化石などを収蔵している。内市街の西部、トイトブルクの森にある農家博物館は、ベストファーレン地方で、唯一の野外博物館で、良好に保存されたオストベストファーレンリッペ地域の農村建築や、 回転台付き風車がある。博物館の本館は1995年に全焼し、1998年に歴史的な豊富メレリングによって代用されている。バルト豊富美術館は同時代の絵画、彫刻、写真、素描といった芸術を収蔵している。フェヒャーカビネットではあらゆる時代の価値の高い扇を見ることができる。洗濯工場博物館には オリジナルの状態で保存された洗濯工場がある。ユールーンとヘルム家洗濯工場は1913年に設立され、1938年にユダヤ人迫害の圧力によってドレスデン出身のビンケル兄弟に売却された。1980年まで、ここにはビンケル兄弟洗濯工場によって食卓用古い、下着、シャツ、 仕事着などの選択を行っていた。すべての内部機材や居住施設を備えて保存された。この工場は1987年に保護文化財に指定された。1997年にこの建物は博物館として再開された。前下荘園博物はム棟の木組建築からなり、ベストファーレンの古い荘園施設を形成している。最も古い建物は1607年。 最も新しい建物は1903年に建造された。教育学博物館は大学内に入居している。ここは特に歴史的な学校家具、教師や学生の機材、視聴覚プロジェクトを有している。この他にも歴史的な教科書コレクションがある。オストフ州で博物館は1895年に建設されたゼンネカンクの古い学校に入居している。 この博物館には1900年頃の古い教室が完全に保存されている。歴史コレクションはボーデル・シュビングシャー展示施設のもので、ベーテルの建築史を明らかにしている。テアター・ビーレフェルトは音楽劇、舞踊劇、演劇を上演している。劇場はベルンハルト・ゼー・リングによって1904年に完成された。 私立劇場で印象的な有限としている様式のファサードを持ち、テアター・アム・アルテマルクトと呼ばれている。タムの2階と3階にはタム・ツバイがあり、2011年2月にタム・ドライがオープンした。ここでは主に同時代の作者による作品が上演されている。リッター通りにはコメディ・ビー・レフェルトがある。主に子供や若者向けの劇場としてはアラルム劇場。 ファイレン通り劇場、ビーレフェルト人形劇センターがある。アラルム劇場は、市の中心部の西部にあり、1993年から、子供や若者向けの作品を上演している。ここでは大人向けの作品も上演される。アラルム劇場が、全国的に有名になったのは、若者の群衆を用いた演出で、欲望や暴力を抑制し転化させることをテーマとした。 作品でセンセーションを起こしたことによる。ファイレン通り劇場は子供や若者向けの作品を上演しているが、大人向けの作品もある。ここでは、客演公演の他に、モービレン劇団とトロッツアレデム劇団の2つの劇団が公演を行っている。ビーレフェルト人形劇センターでは子供向けの作品が上演される。このステージでは2つの演劇グループが公演を行っている。 さらに、カンプに、カンマープ・ペンシュピーレンという、もう一つの人形劇団がある。キュデュルコップ社にある、テアター・ェントルム・トア・ロクは、テアター・ラボールの本拠地となっている。テアター・ラボールは1993年から、独立した演劇作品を制作している。音楽、美術学校ビーレフェルトには3つの公共楽団がある。1901年に設立され、 ビーレフェルト劇場を本拠地としているビーレフェルトフィルハーモニー2003年はじめに設立された自主運営組織であるビーレフェルト自由交響楽団オストベストファーレン・リッペ地方のユースオーケストラであるユーゲントシンフォニカーである1989年に創設されたコーペラティブノイエムジークは20世紀音楽のコンサートを組織運営している ビーレフェルト児童合唱団はアメリカにまで及ぶ名声を得ている。1932年に設立されたこの合唱団は特にクリスマスコンサートやその録音で知られている。この合唱団が参加して制作されたマンハイムスティームローラーのクリスマスアルバムクリスマス・イン・ジアは US ビルボードチャートで3位を獲得した。ビーレフェルト私立音楽美術学校は 学生数6000人を数えるドイツ最大級の芸術学校の一つである。この学校は1956年に設立され、現在はシュパレンブルクのふもとにある有限都市ティール様式の建物に入居している。この建物は1906年に創設された手芸・工芸学校のために建設されたものである。ビーレフェルト市の音楽協会は1820年に 設立された。音楽協会は、1シーズンに3回、ルドルフ・エトカー・ハレでヨーロッパうちの他のオラトリオ会と演奏を行っている。1890年に設立された、ビーレフェルト市のオラトリオ合唱団は、ルドルフ・エトカー・ハレで年に2回コンサートを開催している。宗教、世俗のスタンダードな合唱作品の他に、現代のコンサートホールでは直ざりにされている作品も、 取り上げている。1977年にベルナー・ヒュンメーケによって設立されたビーレフェルト大学のビーレフェルト大学合唱団はオーケストラ伴奏による合唱・読唱作品を上演している。数年前から1年に2回ほどのペースでルドルフ・ウェトカー・ハレで演奏会を開いている。大学合唱団の元団員により2006年にビーレフェルト・コンチェルト・コールが結成された。 この他の合唱団としては、6歳から34歳の団員で構成される、ヤング・ボイシーズ・ビーレフェルトがある。レパートリーには、宗教、世俗歌曲、ロック、ポップスが含まれる。財電シュティッカー・ハル・ビーレフェルトには、近代的なホールが多くある。それらは、コンサート、日本紙、展示会やオペラなど多彩な使われ方をしている。最大のホールは、 7500人の収容能力を有する財伝シティッカーハレである。このホールは1993年に近代的な代替育館としてオープンし、様々なスポーツイベントのほか、国際的スターのコンサート会場としても利用されている。この種の最も近代的なホールが4500席のシュタットハレビーレフェルトである。このホールはその他機能性を生かして、 様々な種類のイベントを開催している。会議から日本史やキャバレー、コンサートまでほぼ全てのイベントに対応できる。ビールフェルトの西部にルドルフ・エトカー・ハレがある。このホールはクラシック音楽の最も素晴らしいホールの一つであり、その音響は賞賛の的である。このホールは1930年にオープンし、1561席の大ホールと、 300席の小ーホールを有している。リングロック出展は現代的な利用形態のホールである。このホールは2003年にコンサートホール兼多目的ホールとしてオープンした。週末にはディスコの役割を果たす。1905年に建設された建物はもともとは蒸気機関車の後にはディーゼル機関車の整備車庫として使われていた。これがホールの雰囲気を醸し出しており、 古い建築技術と近代的建築技術とが融和している。収容人数は2500人である。デトモルダー通りとニーダーバルとの交差点の下に文化ウルマーバルがある。この施設は1939年に治療用防空壕として設けられた。戦後は1996年まで青少年局が文化センターを運営しジャズスナックに改編された。 1996年からは、この施設のために設立された協会に運営が異常された。客と触れ合うような距離に、プレイヤーが立つという独特の親密な雰囲気の中で、例えば、アーチー・シェップ、ジョン・サーマン、ギュンター・ハンペル、アルベルト・マンゲルスドルフといった数多くの国際的な、著名な演奏者のコンサートが、観客の前で繰り広げられている。また、 無名の地方プレイヤーもこの理想的な舞台に出演している。このほか、文化ウルマーバルはデジタルコラージュの演奏が行われる会場でもあった。ニーダー・ミューレン・ガンプ青年文化センターは芸術の集まる場所であり、コンサート、パーティー、イベントの会場として長年にわたって愛されている。 ビールフェルトには2つのシネマコンプレックスがある。オストベストファーレンリッペ地域最大の2648席を有する映画館シナマックスと2315席のシネスターである。この他には小さな映画館が数軒あるだけである。伝統的な映画館は徐々に閉鎖されている。例えば駅前広場のラインレベーバーハウスのムービーは現在は 同名のディスコになっている。カメラは1950年にカール・アールによってハウスデア・テクニーク内に開設され、1957年にファイレン通りに移転した。この映画館には3つのスクリーンがあり、最も装飾性の高い名画座の一つである。この他の名画座としては、3つのスクリーンを有するラーフェンス・ベルガー公園のリヒト・ベルクや夏の野外映画イベントがある。 ブラックベイで実家学校の大行動では、週に2日、メロディーコールフィルの映画上演がなされる。最小の映画館は、労働者青年センターの旧映画部会に由来する、オフキーノで、フィルムハウス内の旧、リヒトベルクにある。2013年5月11日、アルミニア・ビーレフェルトが2部リーグへの昇格を決めた、試合後のシューコ・アレーナの様子スポーツの分野における、 この街の看板的存在が DSC アルミニアビーレフェルトである。この1905年に設立されたクラブのサッカーチームは1970年に初めてブンデスリーガに昇格し何度も昇格、降格を繰り返しながら2004、5年シーズン、2008、9年シーズンにはこの最高峰のリーグでプレーした。2010、 11年シーズン終了時点でこのクラブはサンブリーグに降格した。2013、14年シーズン開始時点でこのビーレフェルトの伝統的なクラブはブンデスリーが2部に復帰した。DSC アルミニアは州古アレーナでホームゲームを開催している。地元では2004年までの公式名称であったアルムと呼ばれているこのスタジアムは内市街の生誕に位置し、 2008年に改築工事が完了した27,300席の純粋なサッカー専用スタジアムである。日本では尾崎和夫選手が所属していたことでも知られている。もう一つの伝統的なサッカークラブが v f b フィ5フ0ーレフェルトである。その母体となったクラブ VFB03 は1950年代までは DSC アルミニアと同格のライバルクラブであった。 VFB フィヒテはベストファーレンリーガでプレイしており、ホームゲームはルースハイデシュタディオンで開催されている。12000席のこの多機能なスタジアムは陸上競技やアメリカンフットボール g f l にチームの B レフェルとブルドッグスのゲームに利用している。この街ではアルミニア B レフェルとおよび VFL テ前ゼンの2つのクラブが U19 ブンデスリーガに属している。イェレンベックの ワールドクラスというモットーの下、トゥース・イ・エレンベックは毎年1月に国際女子屋内サッカートーナメントを開催している。このトーナメントはヨーロッパで最もよく組織された大会で国内外の女子サッカーのトップクラブが参加する。ビーレフェルト北部の VFL テーゼンはこの地域で最大のサッカーイコールジュニア部門を要している。注目すべきはここで 定期的に開催される国際プフィングストジュニーで、ブンデスリーガ所属クラブのジュニアチームや、世界中のナショナルジュニアチームが参加する。ビーレフェルトの自転車競技は、長い伝統を持つ。この街はしばしば、ドイツツアーのコース、スタート地点、ゴール地点になっている。ミッテカンクのエーパー通りに設けられた自転車競技コースでは、定期的に、長距離自転車レースが開催されている。 TSG、アルテンハーゲンヘイペンのハンドボールチームは2010、11年シーズンからビーレフェルトのクラブとしては最高位にあたるサンブリーグでプレーしている。トゥース97ビーレフェルトイエレンベックはハンドボールイコール王に属している。TSG はホームゲームをギムナジウムヘイペンの体育館、または財電スティッカーハレで開催しており、トゥース97は イエレンベック実家学校の体育館で行っている。粒ドルフィンスビーレフェルトの女子はスケットボールチームは2008、9年シーズンから女子バスケットボールイコール分レスリーが2部でプレーしている。粒の男子チームはレギオナルリーがベストに属している。両チームともホームゲームはヘーパー通りのカール税修例の第一体育館で開催している。 テレコムポスト SV ビーレフェルトの男子チームは2008、9年からバレーボールレギュオナルリーガに属している。ホームゲームはメランヒトン通りのアルムハレで開催されている。本市で最も重要なチェスクラブがビーレフェルト SK である。このクラブは1990年代にはチェスブンデスリーガに属していた。2008、9年シーズン、このクラブは NRW クラスで対局を行っていた。SV ブラックベイでのアイスホッケー女子チームはリーガノルト2部でプレーしており、ブラックベイでのデュースブルガー通りにあるエトカイコールアイスバーンでホームゲームを行っている。ここでは DSC アルミニアのフィギュアスケート部門も練習を行っている。ヘイペンカンクのエッケンドルファー通りにライネベルバーリングがある。DMSC ビレフェルトは ここで、モーターバイクの国際的なグラスコースレースを開催している。プール、イシャーラ・ビーレフェルトには、水泳競技のプールが数多くある。例えば、イエレンベック屋外プール、シュレッティングハウゼン屋外プール、イシャーラ・アクアベーデ、ヒレゴスセン屋外プール、ブラックベイデ屋外プール、ドルンベルク屋外プール、ゼンナーバルトバート、ビーゼンバートなどである。 1989年に設立された1スヌーカービリヤードクラブビーレフェルト EV はビーレフェルトシティークホルストにクラブハウスを有しているこのクラブハウスは450平方メートルの競技スペースに12台のプロ用スヌーカー台がある私的なクラブハウスとしてはヨーロッパ最大のものである5月にアルトュタットでライネベルバーマルクトが開催されるこれは 多くのステージを使った大規模な文化プログラムを含む何日間にも及ぶ大きな市民祭である。毎年7月にはシュパレンブルクで中世風のシュパレンブルク祭りが開催される。さらに7月から8月にはクリストファーストリートデーが9月にはワインマーケットがアルトシュタットで開催される。 1995年から毎年11月にシュピーレンベルト・イン・ビーレフェルトが開催される。これはドイツで最大級のボードゲーム及びコミュニケーションゲームの見本紙である。1年はクリスマスマーケットで幕を閉じる。アルトシュタットで開催され100件以上の飾り付けられた木組建築が参加する。2005年からビーレフェルトでは不定期に ホンキートンクフェスティバルが開催されている。毎年夏休み後の第2水曜日にはオープンアトリエビーレフェルトが開催され芸術家たちが自分のアトリエを公開している。ヘルマンスレースはデトモルトのヘルマン記念日からトイトブルクの森の高台を通りビーレフェルトのシュパレンブルクに至る伝統的な市民レースである。この他に毎年開催される新しい行事に 都市アウトバーンのオストベストファーレンダムをランナーやローラースケーターが駆け抜けるレース、シュタットベルケランロールデーがある。ナハトアンジ支店では、博物館、美術館、教会、ギャラリーで夜に開催される。夏のある夜に、いくつかの教会、美術館、博物館、ギャラリーが開放される行事である。これは大規模な包括プログラムである。ナハト、デアクレンネは、 2004年から大学の建物の一部を使って行われる様々な音響体験である。ビーレフェルトの文化カーニバルでは国内外の芸術家グループが振り付けを学び、街の路上でこれを発表している。2002年からは毎年子供の文化祭バッケルペーターがラーフェンスベルガー公園で開催されている。地元のムルナウ財団は映画、音楽祭を ビーレフェルトで不定期に開催している。ビーレフェルトでは伝統的にベストファーレン料理が食されている。例えば焼かずに蒸して作るライ、麦パンのプンパーニッケルのほか典型的な郷土料理にはベストファーレン風ピッケルとあるいは別名、ラッペンピッケルとベストファーレン風真剣があり、飲み物では上流酒のバイツェンコルンとこれにミントを加えた名物カクテル。 ビーレフェルター・ルフトがある。情報学者、アヒムヘルトは、1994年に、ビーレフェルトの陰謀と題する風刺文を、ネットニュースに寄稿した。この中で彼は、ビーレフェルトの存在に疑惑があるとして、虚構の陰謀を記述した。この冗談は、現在に至るまでインターネットで、イエルク・レヒャウによる、ビーレフェルト・ギブット・エス・ニヒトというメッセージの形で、伝わっている。 ビーレフェルトにおける経済発展の基盤は旧世紀からこの地で行われていたことが判明しているリンネル折にある。1309年にケオリ工商人とヌノジ貿易商は共同でヨハニス兄弟団を結成した。1847年に鉄道が接続したことでビーレフェルトの工業化が始まった。主な理由は蒸気機関に必要な石炭が ルール地方から安価に供給されることである。ボッツ兄弟は1851年に最初の工場を鉄道ケルン民伝線沿いに設立した。ラーフェンスベルガー宝石工場は1854年にヘルマンデリウスによって創設された。この工場はその後ヨーロッパ最大の機械宝石工場に成長した。この企業は後にマルクトから撤収したが、 町の姿を決定づけるその建物は、保護文化財として現存している。1862年には、メカニシェ食府が創設された。ここでは、生産された糸から価値の高い布地に加工された。1870年、ドイツの宝石工場及び、食府工場の約11%がビーレフェルトに立地していた。デュルコップ社製のオートバイ次のステップは、 1900年頃に工業化がなされた食卓及びベッド用古類、ワイシャツ、作業着の工場である。その後、やがて金属加工業者が設立された。ここでは必要な機械が開発され、製造された。デュルコップベルケやコフホス、アドラーネーマシーネンベルケなどである。デュルコップでは、はじめはミシンを、その後自転車、オートバイ、自動車、トラック、 バスを製造した。アウグスト・エトカー食品本社薬剤師のアウグスト・エトカーは19世紀末に小分けされたベーキングパウダーを機械的に生産するアイデアを思いついた。このコンセプトは成功し、彼の薬局は時代とともに世界企業へと成長していった。エトカーは1900年に最初の工場を建設し、1906年にはすでに5000万パックの ベーキングパウダーを販売した。現在、本市の経済は、食品、思考品、金属加工業、機械製造、科学、医療品部門が支えている。主な企業は、アウグスト・エトカー、ベルホフ、デュルコップ・アドラー、ギルデ・マイスター、実ッセン・クルップ、ドロープ・ライン、シューコ、ゴルト・ベック、財電シュティッカーである。商業では、マルク・トカウフ・ホールディング、 J.A.B. アンシュテッツ E.K., サービスグループがあり、サービス業では、キューネ、ナーげる、ピーニング、パーソナルサービス、TNSM2 と TNS インフラテスト、インテリジェンス、ルーフが挙げられる。この他の重要な雇用主に教育分野の大学や、学校、およびベーテルをはじめとする、健康、社会事業分野がある。 本市の12万6000人の社会保険支払い義務のある非雇用者のうち約40%が近隣市町村からビーレフェルトへの通勤者である。ビーレフェルトの公共交通網。黒線が鉄道、青線がシュタットバーン、白線がバス路線。赤い点が駅、停留所を示している。すべてのシュタットバーンの路線と多くのバス路線が交差するヤーン広場鉄道。 バス路線ビーレフェルトは電化された本線である、旧ケルンミンデナー鉄道会社のケルンドルトムンとハノーファー線沿いに位置している。この路線は、シルデシェシクで、ヨハニス・バッハの谷に設けられた、鉄道高架橋としてはドイツで最も北にある、シルデシャー立橋を通過する。この路線はレーネで、アムステルダム行きの国際的な鉄道路線の一部で、ある。ビーレフェルト中央駅で、 レム号及びアルテンベイン駅の支線が分岐している。また、ブラックベイデ駅で単線のオスナブリュックを及びパーダーボルン駅が分岐する。市内には11の駅がある。中心市街東部のレム号駅路線沿いにコンテナ取扱駅のビーレフェルト東駅がある。ブラックベイデ駅前に広域バス路線の国際バスターミナルがあり、東欧を中心に西欧、南欧行きのバスも発着する。 ベルリン方面域の広域バスは中央駅に停車する。公共旅客交通としては4本のシュタットバーン路線、近郊鉄道、バスがある。ビーレフェルトのシュタットバーンは内市街では地下を走っている。すべてのシュタットバーン路線は中央駅の地下駅、ヤーン広場、視聴者前の各駅に停車する。週末及び祝前日には 夜行バスが特別に設けられた夜間、早朝路線を運行している。すべてのスタッドバーン、近郊鉄道及びバスに、アウル交通、GMBH のゼクサータリフ運賃が適用される。道路オストベストファーレンダムビーレフェルト市内を、連邦アウトバーン A2 号線と A33 号線、及び連邦道 B61、B66、B68 号線が通っている。 B68 号線は A33 号線が完成すると連邦道路指定を外されることになっている。1950年代にギュータースロー、ヘルフォルト、リッペ、ベルタ方面への効率的な道路建設が計画された。一部は既存の道路を利用し、一部は新しい道路を建設するものであった。新設区間は十分な拡幅が必要ないよう計画された。 1> 約1年後に計画道路をアウトバーンとする計画が発表された。連邦道 B61 号線のそれまでは、ブラックベイでカンクとミッテカンクの間を結ぶに、過ぎなかった区間、オストベストファーレンダムにアウトバーン A33 号線へのアクセス道路としての機能が付与された。市の東部 B66 号線と北東部、オストベストファーレン街道,道ルートの高速道路も、 計画されたが、多くの議論を呼んだ。全体計画は拒絶され、改めて近い将来土地利用計画から立案が、なされる。ビーレフェルト飛行場航空路最寄りの国際空港は、パーダーボルン、リップシュタット空港で、ビーレフェルトの南西 45km にあり、アウトバーン A33 号線で、アクセスできる。市の南部、ゼンネカンクのアウトバーン A2 号線近くに、 ビーレフェルト飛行場がある。この飛行場は、長さ1256メートルの舗装された滑走路を有しており、滑空飛行のスタート地点となっている。この飛行場は、ビジネス航空交通や多くの航空スポーツクラブに利用されている。自転車ビーレフェルトは、ノルトライン・ベストファーレン州自転車愛好市町村、作業共同体に加盟しており、自転車委員会を有している。 中央駅前には、駐輪場、作業スペースを含む自転車センター及び売店を有し、ドイツ自転車クラブのオフィスを兼ねる自転車ステーションがある。ベーテルの社会福祉施設棟本市には、オストベストファーレン・リッペ首工業者組合及び、オストベストファーレン商工会、ビーレフェルト支部がある。市内には、市立病院ミッテや、ビーレフェルト福音主義病院を含め、 11の病院がある。この他の福音主義教会の施設には、ベーテルクに本部を置く本ンボーデルシュビンクシェ教会や、社会福祉施設の福音主義ヨハネスベルクがある。カトリック教会が運営する施設には、ビーレフェルト・フランチスクス病院がある。また、ダウン症候群共同研究グループ EV の本部もある。このグループは30年以上前から、ドイツ全域で活動を行っており、 21. トリソミーに関する情報を提供している。ドイツサウナ連盟の本部も本市にある。ビーレフェルトには、ビーレフェルト区裁判所、ビーレフェルト労働裁判所、ビーレフェルト地方裁判所がある。シュットラーセン。NRW は、ノルトベストファーレン州の交通官庁として、オストベストファーレンを呼び、立平地方の道路を管理している。 ノルトベストファーレン州建築、不動産管理局は、同じく、オストベストファーレンリッペの周遊不動産の管理を行っている。WDR のスタジオビーレフェルト西ドイツ放送は、本市にスタジオビーレフェルトを有している。ここでは、オストベストファーレンリッペ地方向けのラジオやテレビの番組を制作、放送している。その建物では、芸術作品の入れ替え展示がなされている。 日刊市では、ノイエベストフェイリシェとベストファーレンブラッドがビーレフェルトで観光されている。1991年6月2日から、ローカルラジオ局、ラジオビーレフェルトが 98.3MHz と 97.6MHz で市内全域向きに放送を行っている。キャンパスラジオ、Hz87.9 は出力 50W で市内の一部向きに放送している。 また、非営利組織の施設ラジオ、アンテネベーテルは18時から19時の間に94.3メガヘルツで、ガッターバウムシクで聞くことができる。ローカルテレビ局のカナル21は2005年11月17日に放送を開始したが、2009年12月31日に、州メディア局に免許の延長が認められず放送を停止した。その後は、 YouTube イコールカナルで視聴することができる。ビーレフェルダー市民テレビは、いわゆるオフェナーカナルのライセンスの下8万件のケーブルテレビ契約世帯で視聴可能である。ブラックベーデ地区にはメディアアーカイブビーレフェルトがある。この施設は、劇映画、ドキュメンタリー映画、および音声ドキュメントを構成に残すことを目的としている。このアーカイブは、 2008年現在、映画が約7700本と数千本の磁気テープを収蔵している。ドイツ中流イギリス軍の週刊機関誌、シックス・スセンスの編集部は、1998年からビーレフェルトに本部を置いている。約80ページのこの機関誌は、9000から12000部発行されている。1989年から14日ごとにグラフし、 ウルティマが刊行されている。1996年からインターネットマガジンの携帯でも配信されている。2000年にビーレフェルトの生活関連情報をテーマとするインターネットマガジン、ウェブウェッカーの配信が開始された。いくつかのブログもビーレフェルトの生活情報を発信している。例えばブンデスリーが2部に属するアルミニアビーレフェルト周辺情報に特化した。 ブログなどである。ビーレフェルト大学本館1969年に創設されたビーレフェルト大学は約18,500万人の学生が学んでいる。1970年代以降の大学本館はヨーロッパ最大級の建物の一つである。現在多くの代替建築、拡張工事が行われており、大学本館の建物は約10年に及ぶ。 大規模な改修工事に入る予定である。専門単科大学のビーレフェルト専門大学は1971年設立で、学生数はおよそ6600人である。ビーレフェルトのほか民伝、ギュータースローにキャンパスがある。本校舎ビーレフェルトキャンパスには、工学、造形、社会、介護、健康、経済分野の学生が在籍する。 ノルトベスト・ファーレン行政大学校は1976年にビーレフェルトに置いたキャンパスで自治体行政サービス課程、国家行政サービス課程、警察行計課程を開校した。市内には基礎課程学校47校、本課程学校11校、養護学校16校、実家学校10校、総合学校4校、義務のジウム10校、バルドルフ学校1校、 職業訓練学校7校、私立学校9校、音楽学校1校、芸術学校1校、州立実験校2校があり、また、大学入試資格獲得を目指す、州立ベストファーレン補修高等専門学校、ビーレフェルト校、専門学校2校がある。ブッパータールベーテル神学大学のビーレフェルト、キャンパスは2007年から2009年2月13日の、 閉鎖までこの町で開校し、福音主義進学の過程が学ばれていた。ブッパータールキャンパスは存続している。この大学の前身は1905年創立のベーテル教会大学に遡り、フリードリヒ本ボーデルシュビンクの理念に基づいていた。社会法師大学は2006年に本ボーデルシュビンク、財団ベーテルによって設立された。この大学は、社会、 保険家庭及び社会方針の育成家庭を有している。ビーレフェルト中小企業大学は2000年に私立大学として設立され、中小企業運営に特化した大学である。メディア、ジャーナリズム、マーケティング、情報学、経済学の学習家庭を有している。私立の経済大学は2001年から経済専門分野のキャンパスをビーレフェルトに設けている。 ベルンハルトシュリンクこれらの文献は翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。